おうちで読もう百人一首。今日の一首は97番の歌。来ぬ人を松穂の裏の夕凪に、薬や藻塩の身も焦がれつつ。百人一首の選者でもある作者の藤原の定家さんにお話を伺いましょう。私が藤原の定家です。いやー、百人一首を選ぶのは楽しかったですよ。私、その前に国家プロジェクトの進捗選集の選集を拝命いたしまして、完成間際になって、あのお方の歌を外せとか、このお方の歌も外せとか、横槍が入りました。幕府に忖度したんですわ。百人一首は、嫁の父親からの依頼で気を使わなくていい。好きにさせてもらいました。奈良時代から鎌倉の初めまで570年間の和歌のいいところをギュ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 ッと百首にまとめました。私の歌は万葉集を取り込むという凄技を使っております。万葉歌人に笠の金村という男がおりました。4番の山辺の赤人の同僚ですな。この人たちは天皇の行幸に従って国々を回り、いろいろな土地で和歌を詠みました。仁亀3年726年に笠の金村は行幸に従って播磨の国へ行き、明石海峡の向こうに見える淡路島の松穂の裏に向かって長歌を読みました。この歌を知ったとき、私は笠の金村の心が明石海峡の上で宙ぶらりんになっているような気がいたしましてな。雨乙女になり変わって返事の歌を読んだんです。来ぬ人を松穂の裏の夕凪に、薬や藻塩の身も焦がれつつ。あの人は来ない、来ないと分かっているけれど、松穂の裏で待ってしまうの。私が焼いている藻塩のようにじりじりと恋焦がれつつ。待つことしかできない乙女心、じれったいですな。では皆さんも藻塩を現代に応用してみましょう。ねえ、先輩にもう告白した？え、まだ？もういつまで藻塩を焼いてるのよ。ではごきげんよう。